はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日のゲストは、青木選手に来てもらってます。青木くん来ました。シープの正捕手、旧歴から、はい、小学校3年生から、地元の少年野球部、軟式野球ですけど、はい、始めて小6で身長が、170cm。 やば。今175cm ぐらい伸びた。伸びた。ちょっとしか伸びなかった。中学は戸塚シニア。戸塚シニア、はい、公式野球クラブ。名門でしょ。名門ですね。名門戸塚シニア。高校が横浜創学館高校。創学館、はい、はい、で大学が立正大学。立正大学から、社会人野球で名古屋の J プロジェクトっていう、はい、企業にで4年間やりました。実は、僕と青木は中学校からの仲なんですよ。戸塚シニアと、戸塚のシニアと横浜。横浜バケモンがいるなと。戸塚の4番。戸塚の4番バケモンがいると。いるなと。まあ高校は県が違かったんでね。そうか、そう。それでまた何言った、何で出会った。大学が、ね、大学の練習会。立正大学の練習会に上田も参加してて。へ、う、え、ん。僕も行ってた。はいはいはい。で戸塚シニアだよねっていう話からこう。おお。じゃあ今日はね、立正大学のことについて、はい、立正大学聞きたいですね。こ、はい、ういう経緯で、入学の経緯がですね、立正大学のスカウトの方が横浜高校出身の方で、うん、あ、そうなんだ、はい、で自分の高校、横浜創学館高校の監督も一応横浜高校出身。あ、そうなんだ、はい、立正大 の、 マネあのジェネラルマネージャーっていうんですか、スカウトの方が、グランドまで来てくれて。あ、そうなんだ、はい、でもあんまり立正に創学館の人はいないですね。あんまりないよね、はい、でちょっと迷ってたんですその時は。迷ってた、迷ってた。立正以外のってこと。まあ他の大学も迷ってる中で、一回練習会に来てくれないかって話になって、練習に参加したら事務局と再会すると。ああ、そうだね、はい、いう流れですね。ちなみにその、あの迷ってたって、他の大学ってどこが、まあ、は青森の八戸大学というところからも話いただいてて、はい、悩んだ。そうはそうですね、甲子園出場が可能であれば六甲六大学の。ああ、そうだったんですけど、まあ、そこはしっかり横浜高校に打ち切られ夢は打ち切られ、まあ立正大学まあ立正大学で良かったなと思います。なるほどね。はい、どうでした、トートだよね。トート、まず高校が通いだったんで、うんうん、まず寮生活になれる。あ、寮生活、最初ちょっと大変でしたね、うん、まあ、1日の流れとしては、あ、そうだね、朝起床、まあ、時間とか覚えてないですけど、でそこから点呼、全員外に出て、うんうんうん、はい、学生の寮長が点呼1人ずつ取って、うん、はいはいはい、で点呼全員確認できたら、一応1年から4年まで全員で寮の掃除を、あ、寮の4年生もみんなやるんだ。そうですね、20分間ぐらいやって、うんうん、それが終わったら全員で朝食、全員で朝食、そうですね、そのままの流れで朝食、で1年生はバーッと食べて、うん、1年生はバーッと食べて先輩より先にグラウンド行って、おお、なんでも朝飯食べる時点で下級生はユニフォームです。もうユニフォームそのまま行けるよ。そのまま行ける。あ、なるほどね。そうなんだ。まあ、上の学年はまあスウェットとかで飯食って1回寮帰って、着替えて準備してから来る。1年生は大変。1年生は大変っちゃ大変でしたね。そうだったんだ。でもアジアとか東洋とかの話聞く分には多分トートの中だったら立正は緩い方じゃないかなと。あ、そうなんだ。もちろん専修大学も話聞くと、トートの中だったら緩い方だと。あ、本当に、練習はどっち。練習は基本守備。あ、守備メイン。そうなんだ。本当守備メイン。守備なんだ。もう1日打たない日とかもある、ある。へえ、ガチガチに守備すげえな。あった。前回東洋はもうバッティングしかしない、バッティングひたすらやるって言ってたもんね。へえ、まあ守備、まあ東洋もしてたんだよ。そのイメージは強かったっすけど、うんうん、そこまでかな、そこまでだとは思わなかったから、あ、まあ、僕らはまず間違いなくやるのがキャッチボール、シートノック最初、うんうん、でその後ゲームノック、ゲームノックが間違いなくやります。それで午前中で終わるんじゃない。で、うん、バッティングっていう形は大体あるんですけど、うん、5本、うん、ゲージ3箇所作って、5本3回で終わり、うん、そうなんだ、15球、あ、そうなんだ、バッて回して、うん、もう終わり、終わり、バッ終わり。打ちたいやつは自分で自主練習で室内で打てる、やる人、はい、あ、そうなんだ。で僕は特にキャッチャーだったので、下級生の時なんてもうキャッチャーに対してピッチャーが4倍ぐらい人数いるから。そうだよね、ブルペンが少ないもんね、うん、無限ブルペン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 1日そこにいるみたいな。まあ、もう全然ある、全然ある。無限ブルペンで、うわ今日もう打たしてもらえねえやって思いながら、こうちょっと上の人から、おい青木打っちゃえよ、わかりました、パッて言って5球だけパッパッパッって3打席とかもらえないんで、パッて言って
何回打ったって言われて、もう人数押し時間押しちゃってるから、うんうんうん、1回しか打ってないけど3回打ちました。あ、そうマジで。でまたいつもの場所に行って、リチャージあり余ってるから。何球受けんの1日？1人だいたい少なくて50、60、投げる人は100球超えてくるから。そうだよね、受ける4、5人取ってたかな。あ、じゃあ500以上は、うん、大丈夫だったって。まあキャッチングがなんせ下手だったから、あ、いい練習にはなったけど。あ、そうなんだ、はい、ただ当時はつまんねえなとか思いながら撮ってましたね。あ、そうだ、まあ、1年生の時は、ね、そうだよね。え、立正ってさ、場所どこだっけ？は埼玉県の熊谷市。熊谷、そう、熊谷って暑いんだよね。一番暑い、暑いね。で当時3年生の頃に、うん、いや2年生の頃かな、うん、2年生の頃に熊谷の最高気温うん、叩き出した。叩き出した。40、マジやば。41度。やっぱ暑いんだ。やっぱ暑い。そうなんだ。でもその分、うん、いつも午前午後で昼食挟んでたのを、うん、夏になると、うん、ちょっと朝早く練習始めて、うん、午前で打ち切る。あ、そうなんだ。で午後は自分たちのペースでやれ。あ、いいね。うん、へえ。もう首脳陣も。首脳陣もね。しっかり理解してくれて。すごい選手がいた。かぶってる選手でプロに行ったのは、うん、1年4の時に2人、うん、あ、2人、はい、4番と赤堀さんっていう人がベイスターズ入って、あと4年生で、小石さんっていうちょっと変わった投げ方してるピッチャーが、その人が社会人行ってから西武に入って、で2校上の南さんっていうピッチャーがロッテに入って、すごい、ね、で1個下でキャッチャーだった吉田っていうのが今もロッテに、へえ。1個下のキャッチャー見たときは衝撃だったね。あ、そうなんだ。日大三高から一緒に来たぞ。やべえってなった。そうで、もちろん1年生から2年生に上がるタイミングで、うん、計算すると一枠ベンチに入れそうな、うん、キャッチャーかな、うん、を同級生のキャッチャーと争ってた、うんうんうん、ところに日大三高のユニフォーム着た子が練習に来て、うん、セカンド送球バチッとした瞬間、あ、無理だこれ。すごかったんだ。やばかった、やばい、まあ、肩は僕もちょっと自信あった方だったから、うん、それでも質が違って、ガーン、もうライナーもバズかけ、すげえ、コントロールもいいし、で悔しくてパンプアップして、うん、そう、それか。それがね、生まれたわけ。今日すごいパンプアップしてるね。1-4 の時か、うん、日本一になってんだよね。あ、そう、え、すげえ。入学した秋かな、うんうん、にトートリーグで初めて優勝して、その流れで、うん、神宮大会、全国大会も優勝、うん、え、すげえ、すごいよ。まあ、次の年に一気にババッと見る。トートの厳しさ、トートはもう、なるほど、そう、激しいから、トートの厳しさを知った、身をもって知ったんだ。だってその時の春、うん、2部の入れ替え戦で選手だった、うん、そう2部と、そう、1部と2部で、はいはいはい、だから1部のビリだったの、はいはいはい、立正が、うん、で俺らが1位で戦って、うん、俺らが落とす、あの、上に上がらなくて残ります。で、そのまま日本一、そう、春最下位、秋優勝、日本一で、もう一回春最下位。激しくない？激しいよ、激しいね、本当に激しい。じゃあちょっとキャンパスライフについてちょっと聞いていい？どんな感じ？キャンパスライフって言っていいのかな。キャンパスライフは基本は野球部のみ制服がある。制服あるね、体育会の制服が。あ、そうなんだ。で、それで出席。あ、学校には制服で行く。で、野球部は全員授業を同じで学年で取んなきゃいけない。大学って多分自分が好きなやつを授業で、ね、一周、ね、履修するんだけど、うんうん、一学年30人なら30人で集まって、うんうん、これ取ろう、これ取ろう、これ取ろうって決めて、それでやらないで、授業に30人できつくね。なんかあれだね、団体行動がすごいね。そうそうそう、団体行動系なんだ。団体行動系だね。なんかみんなでその、え、じゃあ好きな授業これ取りたいなって言ったら、じゃあみんなで話し合ってそこ行かなきゃいけない。それか、まあ、メインがこう練習時間うん、を作んなきゃいけないから、うん、例えば朝一の授業だけがあったらそこ取っちゃって、ここのこの日は 5練習できるようにしようみたいな。あ、なんでこう中途半端に 1,3,5 とか取っちゃうと練習できないから、ね、あ、そうなんだ。午前中だけパパって取ってどっちかを開けれるようにみんなで計算して、授業を何を取りたいかとかじゃなくて、どう時間、練習する時間を作るかで、かそうなんだ、時間の使い方はそこでみんなで。あ、そうなんだ。じゃあ一般っていうか、普通に友達っていうか、うわほぼゼロ。女の子とこう、ランチ行くみたいな。ゼロゼロなし。マジか。まあ、中には、
友達がいた選手もいるかもしれないけど基本的には交わることがない、まあ、ほぼない。そうなんだ、うん、野球部は基本的にというか絶対法学部って決まってる。あ、そうなんだ。法学部、法学部、うん、法学部自体も男が多い学部だから、はいはいはい、まあそこにこうポンポンポンって野球部がいるっていう。やはり学校の敷地内にグラウンドも寮もあるから、うんうん、基本的に平日は敷地内から出ない。そっか、あ、そうなんだ。基本的には出ない。出れるけど出ない。休みはある、あるでしょ。オフは、オフは基本週1ぐらいでは、もちろん。どこ行くの、どっか遊び行くの。熊谷駅がちょっとお酒飲めたりする居酒屋があるから、うん、で一応門限は1年が9時、うん、3年が10時で決まってて、うん、で休みの日の前日だけ門限がなくなるから。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。外泊は OK、 外泊行けるんだ。まあ当時の話です。当時はね、当時ね、あとはね、あっていうルール。